強すぎたりなさすぎたりしつこかったり、付き合うのが難しい欲、ね、自分の欲と付き合うの難しいと、暴走したり振り回されることなく上手に手綱を握って付き合う術はありますか、ね、まあ、欲っていうのが全く欲がないっていうことっていうのは、僕もね、例えば悟りとは欲を全くなくすことだっていう、ような形式的な捉え方をする方もいらっしゃいますけど、そんなことありえないですね。やっぱり肉体がある限り欲というのは絶えず、その欲を傍らに置くことはできても、欲をなくすというようなことはできないし、欲をなくしたってなんか豪語するような極端な方を見ていると、欲をなくしたっていうことで張り詰めてすぎていてね、人が近づけない、人が近づけなけりゃねある意味利己的ですからね。だから欲というものはちゃんと認めてあげるっていうことは心理学的にもとっても大事なことで、だと思います。ほんでね、ほんだら、いや、あんま欲欲しくなったらあかんって言うでしょ。それはどういうことかというとね、欲を書くと、要するに欲がいっぱいになると結局自分が破滅するからやんね。結局それがもう欲でしょ。自分はやっぱり破滅したくない、自分は、失敗したくない、だから欲を戒める。それは欲を戒めることで自己を存続させるという目的を達成しようとしてるんですが、欲ですもんね。だからそれはコントロールとしてあるわけで、しかも非常に高尚なわけで大事なことで、欲を否定する、欲を闇雲に否定するっていうような人も出てありますけど、僕はそれは微妙なエゴが出てきて、ちょっと断言的に言うと寂しい人生になると、寂しい人生になると人は暗いとこ行きます、ひねくれます、あるいはねじ曲がります。人の上げ足をニコニコ笑いながら取ったりするような人になったりしますので、欲は認めましょうただその時に先ほども言いましたようにね、欲を書くっていうことがあって、これバランス感覚ですよね。どこまで行ったら、あ、自分は欲読しくなりすぎてると、ほんで欲読しくなって、それをまたゴリゴリとやると、だいたい40代で、なんか精神病とかそういうストレスの病気になりますよね。欲があってそれを誰にも迷惑かけない自分だけでゴリ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 体を犠牲にしたりする人も出るでしょう。で、だから欲は持つべきなんやけども、欲の欠点を知ってこなければならないと思うんですね。で、僕が、見ている中でですよ、一つの考え方として、欲の最大の弱点は視野が狭まるということですよね。もう これを得たら幸せになれる、ね、今なんかもそうでしょ。ワクチンを得たらそれで解決できるってすごい短絡的に例えば思っている人がいるとする。それはすごい視野が狭くなっていると言わざるを得ないんですよね。他の方法論もあるし、ワクチンのいろんな危険な部分もあるだろうし、あるいは強端に言うと利権もあるだろうし、そういうものも見ていって、それは一つの有効な選択肢になるかもしれないけども、他にこういう方法もあるかもしれない、ああいう方法もあるかもしれないとかね、何でもそうなんです。欲というのはありすぎると、あるいは自分のこうバランスを崩しやすくなって、欲というのは力ですから、駒を回す、自分が駒やとしたら駒を回す力が欲だと思っていただいたらどうなんでしょうか。駒を回す、その駒は回ってるけど強く回りすぎるとぶれてくると。で、その一番そのぶれとは何かっていうと、視野が狭まってきて他の価値観を認められない、他の人が見えなくなる、自分の位置とか周りの景色が見えなくなる、独りよがりになるってことですよその独りよがりにならない欲とは何かっていうと、もうこれは仏教が教えていて、それは人と一緒に幸せになろうといつも意識することです。自分が努力することによって、この人がもうこの人も楽ができる、この人の苦しみをちょっと取ってあげることができる。でもその時に自分を犠牲にしてっていうとダメなんですよ。
自分を犠牲にする、自分も他人です、一人の人間ですから自分を犠牲にすると分裂してくるわけですよね。犠牲にしてる自分は気持ちいいんですよ。自分を犠牲にしてるからこんな気高いことはないジャンヌダルクだみたいな感じに、ね、例えばなるわけでしょ。ジャンヌダルクがどんな人か実際には知らんけど、その象徴としてジャンヌダルクだ。ところが犠牲にされてる方の自分が必ずいるんです。この自分どんどん暗くなってきて、いじましくなってきて、なんかものすごいあのヘトヘトになってきて、それこそこっち側が実は犠牲にされてる方の自分の心がどんどん利己的になってくるんですよ。そうすると何か指摘されると、こんなに努力してこんなに犠牲を払ってるのにあなたは何を言うんだって、その人にガーッと噛みついたり、噛みついた後でそういう人っていうのは自己犠牲払ってるからある程度人格が高いですから、今度は自分を責め出して、あ、なんであんなことしたんやろ、自分は犯人前や偽物やったりで、また落ち込んだりする。すごいアップダウンの激しくなって、結果的には自分の人生にも貢献できないし、人の人生にも貢献できないと、そういうようなことが起こってくるということを僕は何例も見ました、だから欲の時には誰か、自分だけじゃなくて人も幸せになる、その人が幸せになって自分も幸せになる、人の犠牲にならないで人を入れてっていう複数枠でよくは考える。まあ一つ注意は、自分の家族だけっていうことを考えることは実はお勧めしません。どっかでその人はポーンと壁に当たります。なんでかというと、自分の家族だけっていうことは本能に基づいてるからですよね。僕たちは哺乳類なので、哺乳類っていうのは愛でもって子孫を育てるんですね。例えばそのもちろん昆虫にも愛はあるだろうし、あるいは魚にも愛はあるだろうけども、哺乳類の愛とちょっと違いますね。哺乳類の愛はスキンシップが基本ですから、だから逆に言うと、今のこのご時世でスキンシップがなくなって、ソーシャルディスタンスというのは人間の愛情、愛っていう一つの本能にとってはものすごい痛手ですね。だから子供を育てる上でソーシャルディスタンスというのは悪と言っていいと思います。一時的にこれはしょうがないことかもしれないけども、それが習慣になってしまってはいけないとか、まあこれちょっと別の話ですけど、はい、それで家族の枠を強固にすると、今度は本能の虜になるので、ぜひ家族の枠ではなくて、もっと広い、ビヨンドザスモールファミリー、ビヨンドザスモールファミリーということで、他人を入れた欲を持つようにお互いに心がけたいと思います。名越康文 TV シークレットトークよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな、こういう感じの勢いで実はやりたいなと。外れた街のダウンタウン、込み出す街に